はいどうもこれこれです。田舎に来てます。ここの近くの一軒家がですね、火事で全焼してしまったと。そちらの方からですね、支援してほしいというまあ連絡がですね、知人を通してきましてですね、火事でもうなんか全てを失ったみたいなんで、ただ不幸中の幸いで怪我人は出たみたいなんですけども、まあ命に別状はないと。何が原因でそうなってしまったのかっていうのをまあいろいろ聞いて、支援できるところは支援していこうかなと思います。はい、はじめ社長2号。年間1万9000件くらいあるんで火事が、はい、日数計算で言うと約50件か60件ぐらい。それ聞くと結構多いよね。結構多いですね。聞きにくいこともあると思うんですけど、まあお答えしていただければ、まあ、そうですね。今回はね、そういうのもまあ全然聞いてもらって構わないということで撮影しておりますと。じゃあ早速いきましょうか。はい。もうあれじゃないちょっと匂いが、焼けてる匂いがします、ね、うん、確かにするする、ちょっと焦げたような。あ、連絡してた方かも。こんにちは、どうも、はじめまして。今日ちょっとよろしくお願いします。ちょっといいですか、もう早速。そうそうそう、はい。いやー、ちょっと大変ですねこれ。うわー、木がでもこんなになってる、うん、本当に焼けちゃってます、うん、これもう中に燃えてるものを出したわけじゃなくて、もう焼け落ちて全部なくなってる状態なんです。全焼した後のまんまってことですよね。うわー、すいません、お邪魔します。これちょっと奥行けます、これ。これ危ない。すみません、アトラクションみたいにしてしまって。でもやっぱり柱がちゃんとしてるから燃えてても折れない、うん、そうですね、そうだね。今危なかったけどな、これね。あー、こんな感じ。はい、こんな感じなんや。で、あそこが台所。こんな感じね。屋根裏の漏電から始まって、屋根裏の漏電、屋根から燃えてって、はい、2階から燃えてったって感じ。結構すぐ気づいた感じ。まあ親父が出勤して、まあ、家がいなくなって、はい、まあ、その20分後ぐらいに、まあ、燃えて、でその時は家にばあさんもいたんですけど、はいはい、まあ、ばあさんも畑に朝行ってたんで、大丈夫で、で母親と妹が、まあ、いたんですけど、音でなんか気づいて、あ、燃えてるって感じなんですけど。あ、じゃあ朝ってことですか。あの 朝5時ですかね。朝5時ぐらい。でもやっぱ火の回りが早かったんで、今何も持たず、まあ出てきちゃって、まあ、妹に関してはまあスマホだけ持ってたって感じです。もう結構一瞬ですか、もうなんか。一瞬だったみたいです、ね。一瞬で火がもう、まあ。10分もしないうちに火が回ってたらしいんで。こっちも燃えちゃってるんですね。あ、もうそう、屋根から伝って、はい。だからまあ、そっちはまあ半回転まで行ってないですけど。え、なるほど。なるほど。漏電なんすね。漏電が原因とは、まあ、警察と消防は言ってます。はいはい。やっぱどうしても詳しい原因がもう燃えちゃってる、分かんないんで、うん、なるほど。なんで起きちゃったんですかね、それは。あ、多分ネズミとかが配線をかじったっていうのが原因。ああ、そういうことなんですね。ネズミがちらほらやっぱ家出てたんで。ゴキブリでもなる。ゴキブリでもなるの、はい、ゴキブリも何でも食うみたいなね、うん、はいはいはい、配線をかじるっていうのも。でもそれって多分配線最新のだとなんかネズミとかゴキブリ対策みたいなのがあったりするんですか。 あやっぱそれあるんですね。古い築何十年使ってるっていう、はい、そこはやっぱりそこまでやってないかな。うわ、なるほど。ってことはもう古いところだと全然ありえる話ってことですよね。これからどうするんですか、ここの。これからは今もう業者に頼んであって、はい、片付けが多分業者の方でやってくれると思うんです。もうじゃあここさら地にする感じ。うわ、はい、立てるような感じ。母親の親父ももう年なんでローン組めないんで、はい、俺が多分組むしかないんですけど、はい、まあ、めっちゃ立派っすね。でもやっぱ頑丈なんだね。なんか、うわ、危ない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 危な、死ぬかと思った今。昔だった柱がどこっていうと全焼扱いにはならなかったらしいんですけど、えー、でもやっぱりその今は柱は残っちゃうっていう、うん、なるほど。ああ、ちょっとこの体重だとちょっと怖いなこれ。今はもう屋根が天井穴開いちゃってて瓦が落ちてくる可能性があるんで、はいはい、ああ、天井がね。こっちももう取り壊しですか。いや、こっちはまだ分からない。分からない、まあ、どうしても取り壊しにもお金がかかるんで。まあそうですよね。ここ取り壊すだけでいくらぐらいかかるんですか。まあ400万ぐらいですか、ね、あ、でも結構やっぱかかりますね。燃えてない家を取り壊すのとその半分ぐらいでできるんですけど、燃えちゃってるやつはどうしても環境的な問題な感じで、あ、余計にお金かかっちゃうんです。へえー、火災保険的なのは入ってはいたんですか。入ってはいいです。入っているんですけど、はい、それだとこの取り壊しのやつ負担が1割ぐらいしか負担してくれない。え、それでも少な、はい、1割なんですか。車が1台あったんですけど、でもう一つここにあったんですけど、あ、車ももう使い物にならなくなった感じですよね。ダメに廃車になっちゃったんで。
なんか結構ツイッター見ると大事にされたものがあったみたいな。そうですね、サバゲーやってたんで、大事なその、まあ、コレクションとかやってたんですけど、はい、全部2階にやっぱ自分の部屋があったんですけど、2階が、はい、全部2階から燃え移っちゃったんで、全部燃えちゃって、まあ保険会社はいいことは言うんですけど、まあ、実際やってみてもそこまで払ってる分は返ってきてないってことですか。返ってきてないですよ、全然。この物置があったおかげで隣に家あるんですけど行かなかったんで。ああ、なるほど。消防って結構早く来ました。やっぱりどうしてもちょっと遅かったらしくて、地域の人が動いてくれたんで、じゃあみんなで協力してってことですね。よかったと思います。そうですね、山奥じゃないですか、やっぱ来るのも遅いと思いますし、分かったことは小動物が原因と、あとは火災保険はあまり降りないという。火事対策は何かありますか。僕が見たのは防火性の寝具とかにしたりとか、はい、まあ、防火性の壁とかにしておくのがいいって書いてあったんですけども、はい、現実問題厳しいですよね。まあ難しいですよね、この広さだとね。一応この壁が一応防火性の壁ではあるんですね。半分ぐらいは残ってる、こっちは残ってる状態で、なんとか耐えたんですけど、まあ、中で爆発したりしたらもう吹っ飛んじゃうんで。火災報知器とかもあったんですよね。そういう設備があったんですけど、古い家だったんで作動するかもやっぱ点検は一応してたんですけど、あそこまでまあ効果がなかったってことなんですよ。まあちょっとじゃあ僕からあの微力ながらちょっと支援をさせていただきますので、はい、はい、があるってことで、はい、こんな感じで。消すのどれくらいかかったんですか、全部。完全に消火するまで3時間。うわ、3時間もやっぱかかる。かかる。やっぱりちっちゃな火でもまた再燃でまた燃える可能性がありますんで。はい、ということでお話聞きましたけども。なかなかコメントが難しい。まあそうですね。僕の家はまあマンションで火災報知器でもちゃんとしてるんですよ。まあ、で火災報知器の点検で、まあ、来るじゃないですか、はい、定期的に。面倒くさいなーでも部屋に入れるの嫌だなと思ってたんですけど、そういうのちゃんとやっぱしておくべきだなと。改めてちょっと思いましたね。この動画見てね、まあ、一軒家とかね、特にね、あの古い築年数がね、結構あるお家の方はね、まあ、今一度ね、チェックしてみてください。